5月9日、木曜日、WRC 世界ラリー選手権第5戦、ラリーポルトガルの最初のステージとなる SS1 が行われ、ヒョンデシェルモービス WRT のティエリー・ヌービル、マルティン・ウィダグ組、ヒョンデ I20N ラリー1が総合首位に立った。TGRWRT のレギュラーである日本人ラリードライバーの勝田隆元、トヨタ GR ヤリスラリー1は総合4番手で大会初日を終えている。 同日の午前中にシェイクダウンを終えたクルーたちは、コトコインブラにてセレモニアルスタートを行い、現地時間19時5分より SS1 に臨んだ。大西洋に面したリゾート地付近にて、日が暮れる中で行われたスーパー SS。全長 2.94km のターマック、舗装路、を最速で駆け抜けたのは、ポイントランキング首位のヌービルだ。午前中のシェイクダウンを3番手で終えるなどグラベル。 未路での好調ぶりも覗かせたヌービルは、短い開幕ステージを0.6秒リードのトップで通過した。2番手に続いたのは、第4戦クロアチアラリーの覇者であるセバスチャン・オジエ、トヨタ GR ・ヤリス・ラリー1。シェイクダウンに続き、オジエがトヨタガズーレーシング・ワールドラリーチーム、TGRW ・ RT の先陣を切る形で、4日間にわたる大会の初日を終えた。 シュイヌービルから2.0秒差で同タイムをマークしたのは、ヒョンデの夫田く、ヒョンデ I20N ラリー1と TGRWRT の勝田隆元、トヨタ GR ヤリスラリー1。走行を終えた勝田は、ところどころ滑りやすい箇所もありましたが、タイヤは大丈夫だと思いますと公式インタビューにて語っており、プッシュに努めながらも、明日以降のステージへ向けたタイヤセーブが念頭にあった様子だ。 5番手は2戦ぶりの出場となるカペロ・バンペラトヨタ GR ・ヤリスラリー1が入りこちらも慎重なスタート続く6番手には M スポーツフォード WRT のアドリアン・フルモーフォード・プーマラリー1がつけている一方シェイクダウンで首位タイムをマークしていたダニエル・ソルドヒョンデ I20N ラリー1は7番手に落ち着き01は着実な蹴り出しとなる 8番手となったエエルフィンエバンス、トヨタ GR ヤリスラリー1も含め各ドライバーはグラベルタイヤでのターマックのアタックとなった SS1 ではタイヤセーブを第一とした様子で D2 からはフェースアップを見せるマシンも見られるかもしれないそしてもう1台のフォードプーマラリー1を狩るグレゴワール・ミュンスターは首位から8.1秒遅れの総合18番手となり シェイクダウン時から周りとの速度差が生じている様子だが、大会を通してのペースアップに期待がかかる。WRC2 クラスは、シェイクダウンではシュコダ・ファビア・アールズ・ラリー2が好調を見せていたが、SS1 ではシュトロエン C3 ・ラリー2を狩るヨアン・ロッセルが良い蹴り出しを見せた。開幕戦モンテカルロを制しているロッセルは0.5秒差のクラス首位に立ち、2番手にはピエール・ルイ・ルーベ。 シュコダ・ファビアー・アールズ・ラリー2が続いていてる3番手にはクリスミーク、ヒョンデ I20N ラリーにがつけ、今大会も各メーカーのマシンが僅差で争う開幕となった。明日からはいよいよ本格的に走行を重ねる、フルデーへと突入するラリーポルトガル。デーには SS2 から SS9 まで8本を予定しており、ステージの合計距離は 126.90km。 リエゾン移動区間も含めた総走行距離は 656.73km となる。例に最初のステージとなる SS2 は、現地時間8時5分、日本時間16時5分、より走行開始となる予定だ。